こんにちは、デモクラシータイムスの、毎週週末にお送りしています、ウィークエンドニュースの時間が参りました、司会は今日は私鈴木光が務めます。今日のですね、テーマはいろいろあるんですけども、ちょっとその前にですね、一つ、YouTube との間で、我々と、デモクラシータイムスとの間に若干の齟齬がありましたので、それについてどういうことだったのかということを我々の仲間の、増見紗恵子弁護士から、説明していただきます。ちょっと皆さんにご心配をおかけしたんですけれども、小玉先生と金子先生のコロナと戦うシリーズの一番新しいもの、コロナと戦う戦略図というものが、実は木曜日の夕方から金曜日の明け方にかけて見られない状態になってしまっていました。で、一部の方からどうなってるんだというメールもいただいたんですが、そのことをちょっとお話ししておこうと思います。で、現在復旧しております。実はですね、YouTube の運営の方から、これがそのコミュニティガイドラインに反している疑いがあるということで、削除されてしまったんですね。で、どうも、YouTube の方は世界的にいろんなコロナについてのオカルト的な話とか、非科学的な話とかがいっぱい出てきてるんで、それを削除するために、5月の20日に、ガイドラインをちょっと更新したんです。で、その中に、WHO や保健当局のガイダンスを否定するような内容について、チェックが入るという情報があったので、多分どなたかが、YouTube の方に報告をなさって、その結果削られてしまったんだと思います。で、私どもの方はあれはもう全く科学的な医学的な説明をきちんとしている動画であって、こういうものが否定されてしまうと、この政府の政策についてきちんとした反論もできなくなってしまうということで、異議の申し立てをいたしました。そうしましたら割と速攻で復元できるような状態になりました。で、実は小玉先生がおっしゃっていることは、割と一部の人にとっては耳障り、目障りなものであることは確かでして、今後も時々こういうこともあるかもしれませんが、私たちとしてはきちんと反論をして、で、動画は上げ続けていきたいと思っています。ご心配をおかけしましたが、何事もなく復旧いたしましたので、ぜひ他の方々にも拡散してください。とっても面白いお話でしたので、ということで、お父さん、これは解決しましたのでご安心ください。はい、それでは今日のですね、出演の皆様をご紹介いたします。まず、経済ジャーナリストの荻原博子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。それからジャーナリストの、北丸雄二さんです。今日は、アメリカ大統領選なんかの話をいろいろとお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それから、布施雄二さん、ジャーナリストの布施雄二さんです。布施さんはいろいろとご活躍のようですが、ずっとお家にいらっしゃいますか？やっぱりそうですね、子供に運動させるために結構外では家の近くは行ってますけど、基本的には家で、物書きなどをしております。じゃあたくさん、いいものを書いてください。よろしくお願いします。それから我々の仲間の一人であります山岡純一郎さんです。ジャーナリスト、ノンフィクションライター、ノンフィクション作家の山岡純一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山岡さんも巣ごもり中ですか？そうですね、今もう書き下ろしてるものをずっと書いてるって感じです。妙に、時間が取れるという人もいるんですけど、妙に時間があって僕は書くのがなんか遅くなっちゃってるんですね、です結構。あ、月曜日のね、アイラにね、現代の肖像で、面白い教育者の話を載せますので。誰の話ですか？精査グループというですね、教育関係のグループなんですが、不登校の子どもたち
まあ、教育もね、ずいぶん早くからやった、宮沢康夫さんという人の話です。それで、じゃあぜひ読ませていただきます。さて、荻原さんはなんか最近ご本を出したってことなんで、ちょっと紹介してください。朝日新聞出版社から、郵便局が破綻するという本なんですが、これ、郵便局ってコロナで、郵便局そのもの、ゆうちょ銀行って、株価が866円を割り込むと、日本郵政に3兆円の損失が出るという、そういうことがあって、それが実はコロナ禍中に一回割り込んだんですよね。今は890円ぐらいになってますけど。で、それはもう氷山の一角で、いろんなその不正な話とか、それからあと、もう郵便局の社長のなり手がいないとか、まあ、いろんなことで郵便局がもう本当に土壇場に来ているという。ただ、そうなった時私たち一体どうすればいいのっていう。どうやって資産を守ればいいのかっていうようなことを一冊にまとめました。なるほど。これもじゃあ皆さんぜひお読みください。よろしくお願いします。さて、じゃあ、早速今日の議題に入っていきたいんですが、まず最初にですね、今週のテーマというか、今週のニュースがいろいろありましたんで、この中から、まあ、本当に今週もあまりいいニュースっていうのは見当たらないんですけれども、この中から、お一人ですね、気になるニュースをちょっと紹介していただきたいなと思うんですが、まず北丸さんどうですか？私はですね、これはそこに書いてないんですけど、この10時間ほど前に、出てきたニュースなんですけども、このコロナ騒ぎで全然アメリカ大統領選の方が全然おろそかになってるんですけれどもね、バイデンのランニングメイト副大統領候補にエイミー・クロブシャーという最後まで、残っていた女性候補、ミネソタ州出身の上議院議員なんですけれども、彼女が正式検討に入ったというニュースが入ってきました。エイミー・クロブシャーっていうのはやっぱり最後の時に、ブーテジッチと共に2人で一緒に降りてですね、バイデン支持に回ってそこでサウスカロライナから奇跡の復活を、バイデンの奇跡の復活を演出した一人なんですけれども、まあ、人気が高くて、ミネソタっていういわゆるスイングステートの一つであるところで、票が稼げるということで、まあ、選ばれた中道派なんですが、ところが、このコロナでね、やっぱり大統領選挙って変わってくると思うんですよ。つまり何かというと、むしろコロナのこの格差だとか、格差の広がりだとか、ものすごい、いわゆる貧困層が困ってるだとか、学生たちが大変な目に遭ってるだとか、そうしたときに、このコロナ禍がもし去年起きていたら、おそらくバーニー・サンダースが出てきたんじゃないかと。つまり、もっとより社会主義政策、民主社会主義政策的な、もっと平等を求めるような、そういうところで入って考えてくるとですね、クロブシャーっていうのはね、この時代ちょっと弱いんじゃないかっていう気もするんですね。逆にここで注目されてるのが、やっぱり、最後まで粘っていたエリザベス・ウォーレン、やっぱり彼女もサンダースと共に割と社会主義的な、いわゆる民主社会主義的な平等政策というものを掲げていた彼女あたりが出てくるのがいいんじゃないかなというふうな予想が大方立ってたんですけども、やっぱり最終的に穏健路線に行くのかなと、そうした時に戦い方としてやっぱり難しくなってくるところもあるんじゃないかなという気がします。まだ正式には決まってませんが、まあ、クロブシャーが第一本命として前々から私も言ってたんですけれども、ちょっと状況変わってきてる中でまだクロブシャーかっていう感じがします。その辺のことこれからもウォッチしていかなくちゃいけないと思います。はい、わかりました。荻原さんは、はい、このニュースの中では、はい、私ね、ここには載っていないんですが、今週なんかもう腰が抜けるほどびっくり驚いたのはマイナンバーカードで10万円申請すると、書類で申請するよりも遅いというね、これ一体どういうことなのかと。で、実際に、書類で申請したのって、書類の処理は1日に3000件できるとしますよね。そうすると、マイナンバーカードで申請したものは300件しかできないんですよ。で、なぜかっていうと、カードのあれと全部突合しなきゃいけないので、そんな作業を膨大にやらなきゃいけないので、自治体の中には、マイナンバーカード、禁止というところまで出ていて、一体何のための大騒ぎだったのか。はい、もうね、あれだけ大騒ぎして、前の住基ネットもそうでしたよね。何兆円もドブにしてましたよね。で、今度のマイナンバー一体何なのかって、非常にね、怒りも覚えましたね。はい。
本当にそうですね。あのアベノマスクでも466億円ですよ。はい、布施さんはいかがでしょう。はい、僕はあの検察庁法の改正で今週はあの大きく揺れていたんですけども、その背後で、もう一つ重要な本が今国会に出されてまして、これ種苗法という、あの種に苗で種苗法というもので、はい、僕はあんまり正直あんまりチェックしてなかったんですが、最近、この法案、ちょっと調べてみたんですけれども、まあ、何が問題かというと、これまで農家が、自分で取れた、収穫した作物、農産物から種や苗を取って、また次の、それをもとに作るということをやってたのが、その種や苗をですね、自家増殖できない。それに規制が入ると。結局、別のところで作った、種や苗を買って、作らなきゃいけないというふうに変えられる可能性があるということで、一番ショックだったのはですね、やっぱり農家の方の声が、まあ、ぜひ皆さん YouTube で、検索していただけると、実際に農家の方の非常に不心配の声っていうのが、出てきますので、ぜひ聞いていただきたいんですけれども、例えば、あるいちご農家の方はですね、この法律が通ってしまうと、この苗を買うために、毎年1000万近くの、お金を支払わなければならなくなると。で、そうするともう、利益が全く出なくなる。続けていけなくなるっていうような、不安の声も、おっしゃってまして、そもそもですね、自分の家で取れたものを、来年の次 農業に使えないっていうのは、農家の方からすると、やっぱり、種作りからが農業なんだと。それをどこか知らないところ、自分の知らないところで作られたものを作って、じゃあそれからやるっていうのは農業じゃないんだってことをおっしゃられていて、まあ、今このコロナの問題でも、この農業危機の問題っても世界的には言われてますけれども、農業のあり方が大きく問われているときにですね、こういうことがあまり議論もされずにですね、まあ、いわば火事場泥棒じゃないですけれども、そういう中で通るっていうのは非常に問題だなって思う。本当に議論が必要だと思います。これ元々はモンサントのね、アメリカでも問題になった話なんですけれども、結局全てモンサントから買わなくちゃいけない、種を買わなくちゃいけないというところから始まって、アメリカでも大変な問題になって、例えば自分のところの農家でできたある小麦とかがですね、隣のモンサントから流れてきたその小麦の種が流れてきて、そこで発育してしまったら、全部それ、モンサントに取られてしまう、もしくはそれを捨てなくちゃいけないというような話まで出てきて、大問題になった話なんですね。それをやっぱりアメリカからの圧力でもって種苗法をまた改正しようとしている。この辺のことをもうちょっと報道されていいと思いますね。あと、種だけじゃなくて、モンサントの種って一代限りなので、そうですね。まあ、それ毎年買わなきゃいけないっていうのと、モンサントの種ってアメリカの肥料を買わないと、育たないんですよね。だからアメリカから肥料を買い付けなきゃいけないと、もうね、本当に何重にもひどい話ですよね。はい。山岡さんはいかがでしょうか。はい、僕は一番このリストの最後に出ている、はい、弁護士662人が安倍首相を東京地検に政治資金規正法違反の疑いで、告発したと。結局これがですね、今週もう散々吸ったもんだと言いますかですね、いろいろ騒がせた黒川検事正のですね、この辞任に至るまでの、彼の、まあ、定年延長、あるいはその後の検察庁法の改正、こういったことの全部その根っこにあるのはこれなんだろうなと。つまり、桜疑惑の中でですね、ニューオータニで2018年の4月でしたかね、地元の山口の人たちを800人ぐらい呼んで、そして、まあ、5000円ポッキリでいいですよと。ところがどうも調べてみると、1人当たり1万1000円はかかってるだろうと。6000円分はどうも安倍さんがですね、補填してただろうと。しかしそのことに関して全然説明してないと。もっとちゃんと説明責任を果たさないと、数の力でその真相究明というのがですね、損なわれるということで、まあ、弁護士たちは今回ですね、告発したわけなんですけれども、これで東京地検がですね、これをですね、受理しなかったら、これ大変なことになると思う。今までこれだけその地検、あるいは法務省のですね、金井の刑事は問われているところでですね、これに関して、もしですよ、もしこれを今までの安倍一強のですね、流れの中で、受理しませんみたいなですね、ひよった、あるいは、その忖度したようなですね、決定したら、これはもう決定的な問題になっていくと思うので、ここはですね、ずっと注目したいなと思います。
はい、わかりました。まあ本当にいろいろあってですね、僕はまあちょっとこの中では、仙台原発2号機が、テロ対策の施設の、建設が遅れてるということで、発電中止というところになってますが、まあ来年の2月目指して、いろいろとその、画策してるらしいんですけれども、まだこんなことやってんのかという、本当に原発に関してはいろいろと文句を言いたいことがたくさんあるんですが、まあ今日はこの辺で、あれしたいと思います。さて、じゃあ早速ですね、今週のテーマに入りたいと思います。まず今週のテーマ、第1番目なんですけども、この、ツイッターデモという感じで、なんか本当にすごい動きがありました。でハッシュタグを使った話、検察庁法案改正に抗議しますというハッシュタグが、発したのはどうも30代の女性ということになってますけれども、この方が発したところが、本当に1日2日で100万を軽く突破してしまった、リツイートが100万を突破してしまったということで、これちょっとしたムーブメントになって、最終的に、数だけで言えば、1000万件ぐらいに行ったというふうに言われてますけれども、どうでしょう、このツイッターでも、安倍のその、この法案を強行採決しようという目論みをやっぱり潰したというふうに思われるんですけれども、布施さん、これちょっとどう見ますか、この動き。正直、このテーマで、この検察庁法改正案で、そのツイッターデモっていうのはこれまでもハッシュタグでつけていろんな形でありましたし、数が伸びたものもいろんなテーマがあったかと思うんですが、この検察庁法改正で、これまでちょっとない規模ですよね。100万突破というのは。これはちょっと、正直、これまでの、こう、起こったことで言うと、ちょっとレベルの違う、質的に違うような、ことが起こってるなっていうのは、感じます。だから正直、なんでここまで伸びたのかっていうのは、まだわからないんですけれども、ただ、今のコロナのこの状況だってことは関係してるっていうのはあると思いますね。山岡さん、これどういうふうに見てますか？コロナ以降ですね、僕、世の中の動き見る上で、統制ということと自由っていうことを、自分なりのこの念頭において見ているんですけれども、今回のツイッターデモっていうのは、今までにないですね、その統制に対するですね、もうこの生身の人間の反応っていうかですね、そういうふうな皮膚感覚感じるんですね。で、どっちかっていうと、今までその最初にツイートした人の後にどんどんやったのが、タレントさんであったり、あるいは歌手の方であったりですね、どっちかっていうと、いわゆるアーティストと言われている人で、今まで、体制に順応してですね、そして、スポンサーとその波風立てないでっていうふうな縛りのある人たちが多かったですよね。で、この人たちの中からこれ出てきてるっていうのは、そういった今までのその利害とかですね、そういうようなところを超えたぐらいの、やっぱり危機感みたいなものを、彼ら彼女たちが感じたんだろうと思うんです。で、それが、やはりこの検察庁法改正案っていうのは、普通あんまり聞き慣れない法案でですね、一般の人、我々にとってもそんなに身近な感じはしなかったんだけれども、やはりこの背後にあるものが、やはり安倍さんがですね、ずっと桜の頃から、あるいはその前の盛りかけから、あるいはその前の憲法解釈の変更によるですね、集団的自衛権の行使だとかですね、そこまで遡ってずっとこの7年以上のものがですね、全部ここに溜まって出てきたんかな、そういうような現象だと思ってますね。僕なんかの見方では、この在宅ワークっていうのが非常に今推奨されて、自宅でですね、仕事をしている人がかなり増えたと。で、この人たちが実は、普通は昼間、国会中継なんか見るわけないわけですけども、今回はたまたまそのうちにいてですね、テレビを、ちょっとね、仕事に飽きたらテレビでも見ようかというところで、本当に面白いその番組がないと、それでたまたま本当にその国会中継というのを見てしまった、これが本当に危機に勝るひどさであるということに、やっと気づいたんだろうと、
で、おかしいなと。それで、7時の NHK ニュースを見ると、やたら安倍さんがですね、かっこよく、毅然として、野党の質問を跳ねつけているみたいな、あれおかしいな、昼間見たテレビと違うなという、国会中継と違うなというような感覚を持ったんじゃないかと。で、どうもその報道に対してもね、おかしいんじゃないかというような感覚をかなりその在宅ワークのおかげで人々が持ったんじゃないかなって気はしてるんですけど、あ、北村さんどうぞ。山岡さんがおっしゃったように、例えば共謀罪だとか戦争法制だとか安保法制ですね、あの時代からこうやってずっと溜まってきたのは確かなんですけども、どうもこのところ官邸周辺がですね、やっぱりネットでの、つまりヤフーニュースやなんかでのコメント欄というのはものすごく気にしていて、どうもそれに、絶妙に反応するんですね。例えばこの間のアベノマスクのお話もそうなんだけれども、30万円、困窮家庭の30万円、あれも引っ込めたでしょ。結局その段階で、10万円の話なんて全く出てこなかったんだけれども、30万円急に引っ込めた。その辺からやっぱり随分その世論が気になっているような雰囲気があったんですね。で、同時にですね、自民党、今回のこの検察の関係に関しては、自民党内から、もしくは公明党内から、採決に反対するかもしれないというような声が出てきて、例えば船田さんだとか、だから岸田派の人たちですね、その人たちからそういう、いわゆる自民党、これまでは、いわゆる一強支配で全く抑えられていた自民党の内部がですね、どうもうごめき始めたんだよね。それで結局その安倍さんの一強がちょっと揺らいでいたという、そこにこの黒川麻雀でしょう。で、黒川麻雀が一体どこから出たのかっていうのは、文春の方はいわゆる産経からのリークだと、産経からのリークだと。で、そうすると文春が出るっていうのは一体いつ分かったのかっていうと、17日の日曜日。で、日曜日にその官邸がどうもそれをキャッチして、これで、黒川さんの方から出ちゃいますっていうような話があったとかっていう話が出てますけれどもね、それの真偽はわかりませんが、それで18日に突然法案を引っ込めたと、見送りだと、採決見送りだと、それまではだって、強行採決いつかっていう話だったでしょ。うん、その辺の時系列が何なのか、それが、こういうものって、出るべくして出てくるんですよね。本当になる、こういうふうになるべくしてなるんであって、それ同時発生するんですよ。やっぱ自民党内でそういうような不穏な動きがうごめき始めたのと同時に、やっぱり産経新聞も産経新聞で、いわゆる、あそこに畔蒜さんっていう大変な審判の人がいるでしょ、うん、その中で、産経新聞の中でもね、僕、尊敬する人、新聞記者なんか、産経新聞結構いるんですよね。そういうやっぱり勢力っていうのは産経新聞の中にも残っていて、その人たちがこうリークしたのか、それともまたもっと深い権謀術があったのかなんか、そういうのはわからないんだけれども、でもこうなるべくしてこうなったんだなっていうことで、そろそろ安倍政権これやばいですねっていう感じが、ここでこの一つのことによって露呈してきたんじゃないかなっていう感じはしますね。私はね、これはもう本当に、なんていうかな、皆さんステイホームでお家にこういるわけだけれども、決して安心して家にいる人はいないんですよね。みんな不安で不安でしょうがない。この先一体自分はどうなるんだろう。ところが、安倍政権にとって皆さんのそういう不安っていうのは他人事だった。で、もういろんな何をやります、これをやりますってのは遅いし、小さいし、あとはなんか星野源と一緒に、紅茶飲んでみたり、あれはね、もうみんな、あんたは貴族かってね、叩かれてましたけど、そういうことですよね。安倍夫人が、なんか優雅にみんながあれなった時にみんな桜を見る会一人でやってたりとか。だからね、安倍さんって私たちのことは他人事なんだっていうのをみんながこう思ってたんですよね。その思っていたところに、何、安倍の飼い犬をもう一回の日本のトップに据える冗談じゃないよってこれですよ。だからそれでみんな、だったらそんなんだったらもうそれ、ツイッターでもしてみんな集めてやめさせようって。だから安倍さんが本当に必死でね、吉村さんぐらいね、やってたら、そんなの出てこなかったと思うんですよ。でもね、もう他人事だったから、とにかく、人の生活が。だからそれがね、もうものすごい反感買って、他の材料でもこれは絶対出てくると思いますよ。実はね、産経新聞の、大竹さんっていう記者
今回その黒川さんと一緒に麻雀をやってた記者ですよね。この記者が実はその15日か16日になんか記事を書いてるんですよね、産経新聞に、うん、その記事がなんとその仙台高裁の岡口さんという判事がいるんですけども、この人がラジオに出て今回 その検察庁法案に関して批判めいたことをラジオで話したと。でそれを記事にして、この岡口っていうその判事が少しおかしい、ちょっとおかしいというような記事。岡口さんってあれでしょ、あのツイッターで、そうです、そうです。あの白パンツ履いて怒られたっていう人で、あのなかなかいいこと言う人なんですよね、真っ当なこと。で、その人が、記事を書いてて、その大竹っていう記者がですね、これはちょっと批判的な、その、岡口判事に対して批判的な記事を書いて。で、その批判的記事を書いた、張本人が実は黒川さんと一緒に麻雀を掛け麻雀をやってたという、なんかね笑い話にもならないようなバカバカじゃん。はい、山岡さんどうぞ。それでね、みんなこれ、うん、まあ黒川さん辞めた、そうだねっていう、辞任だねっていう感じになってるんだけれども、これ本来辞任じゃないですよ。そうですよね、本当にそう思います。国家公務員のですね倫理規定、これ完全に僕は抵触するケースだと思うんですよね、うん、でそれをまあ、検事総長の稲田さんの処分で、今、辞任のところに収めたみたいなことをね、今日どうも安倍さんは言ってたようなんだけれども、一方で彼、昨日言いましたよね、この任命責任は自分にあるっていうこと、うん、これ、責任はあるっていうことは、責任を取るっていうことですからね。あの人の場合はそうじゃないんですよ。いやいやいや、責任はあるけど、責任は取らない。今回はそうはいかないですよ、ね、小倉さんね、うん、これはね絶対そうはいかないと思いますよ。で実際にあの黒川さんの人柄を見てって言ってましたけど、人柄えどうだったのって話になりますよね。で結局今回なんでこんなことがあのご利用しされたかっていうと、黒川さんをあの定年延長させたいっていう、その一つだけですよね。だから、実際にその、この麻雀事件が出る前には、なんか、じゃあちょっと今回は、あの、デモがすごい激しいから、これ先延ばしますって言ってたじゃないですか。ところが、この麻雀事件が出て、黒川さんが辞めた途端に、これ白紙戻すってことは、黒川さんありきの、まあ、束ね法案と言いながら、黒川さんありきの法案ですよね。そうすると、他の国家公務員の人の、もう全部束ねられてるわけですよね。他の人はみんな振り回されただけって話になりますよね。だからね、これね、とんでもない話ですよ。もう一つ言わなくちゃいけないのは、あれは任命責任というよりも任命者は総理大臣なんですよね。ところが安倍さんはいつの間にかその人事は法務省から来たという話になっていて、我関せずで法務省から来て、法務省が適正な措置をして決めたんだからということで、それに対してうなずいたんだという形になっていますけれども、あれは任命者は総理大臣なんだから、その人を任命した責任というのは絶対先ほど皆さんがおっしゃったようにあるわけで、まあ、ところが任命責任と言いながら、今までも責任は私にありますって言いながら責任全く取らない、いわゆる口だけ政治の人たちだった人なんで、その辺がどうなるか、でも今回はそれだけじゃ済まないということ。もう一つ、例えばこれで次の国会でこの公務員の定年延長の法案が消えるのかどうか、うん、まあ、検事の例のその定年延長に関しては別なんですけども、もともとの公務員が65歳、これやればいいのにやらないっていう風な話まで出てきた、うん、出てますよ今。野党が、じゃあ野党がその方、まあ、そのいわゆる問題のところ全部外して、検察の外して、そこで定年延長という法案を出せばいいんであってね、うん、でそういう時に自民党、与党、公明党と自民党はどうするのかっていうこともちゃんと見とかなくちゃいけないですよね。だから野党はずっと他はいいって言ってましたよね。そうです、そうです。他の法案はいいって、うん、黒川さんのとこだけって言ってましたよね。だからそれはね、今回はこの件に関して森雅子法務大臣が、身体伺いを出したと。でその身体伺いをその安倍首相は、一応その遺留して、まあ、余人に思って変えがたいのかどうか知らないですけど、森雅子大臣をそのまま遺留したと、続投させると。でもこれ考えてみてもものすごくおかしな話で、要するにこれみんなに見せるためのパフォーマンスなんでしょうね、きっとね。森友事件で、財務省の決裁文書の改ざんが明らかになったときに、はい、まあ、内部で調査をして、まあ、あの時も処分は軽かったですけれども、役人を処分した上で、麻生財務省も、自分も
財務省のトップとして責任を取るということで安倍さんに諮ったけれども、まあ、強く慰留されて、辞めなかったっていう話もありましたけれども、まあ、結局こう安倍さんはこう閣僚が辞めると自分に責任が及んでくるものだから辞めるなと言って止めるという形ではあの時と同じなのかなと。結局そのもう自分が総理で居続けるためにいろんな閣僚が自らそういった進退伺い出してもですね、それを止めていくっていうのはもうずっと続いてるなと思いますね。結局自分の政権をいかに続けさせるのかっていうところに一番優先度があるってところが、まあ、はっきりしたんじゃないかなと思います。あと黒川さん辞めてもいいですけど、あの、甘利さんの話、それから森かけの話、それからあと大石優子さんの話もありましたよね。これ全部他のもう一回検証してほしいと思いますね。そうですね、他の方がちゃんとした方が、うん、はい。じゃあこれは結構ね重たい話なんで、話せば話すほどだんだん腹が立ってきますけれども途中ですけれども、ちょっとここで、デモクラシータイムズからお知らせです。デモクラシータイムズは、皆さんのカンパで、成り立っているんですけれども、まあ、ここに、お出ししたようにですね、3年目のデモクラシータイムズ、収入が1496万円、決して1946億円ではないので、ぜひですね、もう少し皆さんのカンパをお願いしたいというところです。まあ、支出がこういうことになってますので、なんとかカツカツ持ってるということなんですけども、まあ、一応ですね、収入年に2000万を目標としてまして、まあ、2000万あれば、まあ、年間300、まあ、非常にちまちまとやってますので、360本、まあ、300本以上のですね、番組をお送りできるということなんで、ぜひ皆さんのカンパをお願いしたいと思います。で、まあ、もうそこでですね、ちょっと言い訳になるんですけども、たくさんの皆さんからですね、ご支援いただいておりますけれども、まあ、このチャンネルはすべて、さっきも申しましたように、同人たちの、まあ、ボランティアで動いているチャンネルです。で、そのため、人的な余裕が全くないんですよ。いろいろとですね、アルバイトの方を頼んで、いろいろとやりたいことはたくさんあるんですけども、とてもその、金額的な余裕もないし、人的な余裕もないんで、せっかくカンパをいただいた方にですね、カンパいただきましてありがとうございますというそのお知らせをすることが、なかなか手が回りかねてるんですね。で、決して無駄に使ってるわけではないんですが、そこに人数とそれからお金をかけることがちょっと難しいので、せっかくカンパしていただいた方には本当に申し訳ないのですが、自分のですね、振り込みの用紙とかそれから銀行通帳でお確かめいただいてですね、カンパをしたということを納得いただいて、これからもカンパをお願いしたいと、非常に申し訳ないお願いで、本当に申し訳ないんですけれども、これからもよろしくお願いしますと。この場を借りて、お礼しなくちゃいけない。よろしくお願いします。というわけで、次のテーマへ行きたいと思います。次のテーマはですね、この、あれですね、首都圏の1都3県は残念ながら、非常事態宣言は解除できませんでした。で、こうなると、まあ、非常に対比的にですね、その関西圏と、関西の3県、それから、首都圏というような対比が出てくると思うんですが、これどう見ればいいんですかね。この辺はなかなか僕もよくわからないんですが、特にですね、経済的な、影響っていうのはかなり大きくなって出てくると思うんですが、荻原さん、ここをどう見ればいいですか。これはね、本当に止まるということは経済にとっては一番影響が大きいんですよね、うん、で、しかもこれ止まって、どちらかというと小さいところが、資金繰りの弱いところがみんな潰れているっていう、今日もミミューが
全店閉店してっていうのが出ましたけど、あと、レナウンなんかもびっくりですよね、倒産しちゃって。で、これはまだ序の口で、これから、実際に、まあ、本当に手形なんかは3ヶ月、3ヶ月ごとにこう回っていくのが止まってしまったら、これ3ヶ月ぐらいでかなりのところが破綻するというふうに、予想されてるんですね。それがやっぱり5月、6月ぐらい。そうすると、これから本格的になんか破綻するとか、あと事業が続けられないとか、そういうとこがいっぱい出てくるんじゃないかと思うんです。そうなると、まずその皆さん一番不安なのは皆さんの給料ですよね。まず、そういう状況の中で給料を上げられるかって言ったら、削ることはあっても、上げることはまずないですよね。で、しかも政府の援助の手がものすごく遅い。で、雇用調整助成金っていうのがありますけど、これ、4月時点では20万件、とにかく、電話をしても繋がらない。繋がらないって、やっと繋がったところが20万件。20万件のうちの、申請できたところが3000件。で、その中のお金降りたのが300件っていう、とんでもない状況ですよね。だから、今、政府はいろんな案を立てるんだけど、みんな自治体とかそういうところにボン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 丸投げしてるんで、手が回らなくなってるの、末端も。給付もそうですけど、給付多分7月か8月ぐらいにみんななるんだと思います、10万円も。それと同じように、そういう助成金なんかもものすごく遅くて、しかも額が小さいですよね。だからね、本当にこのまんま、多分でも東京なんかは今の感触だと、今日の小池さんの話を聞いても、なんか25日には、解除しそうな気配なんですけど、でも本当にそれでも、解除したからって言って全部戻ってくるわけじゃないですよね。うん、だから今皆さんもうシュリンクしている状況で、このシュリンクして身を小さくしていかなければ生きていけないような状況の中で、お金を使わないことがいかに大切かってことをこう身に染みているので、お金使わない。そうすると企業活動が成り立たない。これね、これから本格的に大変なことになっていくと思いますね。うん、鈴木さん、山岡さんどうぞ。まあ、関西が先にですね、今回は解除したような形になってるわけですけども、まあ、皆さんよくご存知のように、大阪はですね、独自の基準で、3つのその基準を作ってですね、その中で、市中感染の拡大の状況であったりだとか、あるいはその発生状況と検査体制の逼迫状況とか、あるいは病床だとかですね、この辺を3つ条件として出して、これをクリアしたらば、自分たちは解除していくんだっていう、こういう割と早めにこの基準を出した部分がありましたよね。それで、それに対して、東京っていうのは、とにかく全体的にまだ下がらない、下がらないということで、そして、小池さんも、あんまりクリアなですね、この基準らしきものには言及しないまま、なんとなくこの25日にですね、解除しましょうという流れになってきてる。でこの背景にはですね、おそらく、まあ、これはちょっと弱った見方かもしれないけれども、安倍さんがですね、今回の黒川さんの件やなんかで随分こう、それこそ、人気的にはかなりダウンしてきた。ここで早めにですね、少し解除してですね、この苦しみを、その一般の人たちの苦しみを少し和らげてですね、浮上したいっていうような、そういう感じもしないでもないんですね。うん、で、私が一番この解除をすること自体には、この時点でやっていくのはもうこれ開けていくのは必然性があるだろうなとは思ってるんですけれども、同時に、次の波が来た時にですね、どうやって元にの状態というか、それを受け止めるような体制を作っていくかっていうのが大事だと思うんですね。で、そこで僕が一番注目してるのがですね、実はその病床にどのぐらい余裕があるかってことなんですよ。で、今日たまたまちょっと数字が出てたんで、自分なりに調べてみたらですね、大阪はですね、今病床、34% しか使ってない。で、一方東京がですね、病床そのものはですね、40% ぐらいまだ使ってるということで、やっぱりちょっと東京の方が、やや病床は使ってると。で、大事なのがやはりその重症者を収容するですね、重症者のベッドなんですけども、大阪がですね、188床ある中に対して50人今入っていて 26% ぐらい埋まっていると。で、一方東京は 13% ぐらいということで、むしろ東京の方が重症者は少ないんですね。で、大阪のこの基準に関して言うとですね、僕は一番この懸念しているのがこの病床の部分なんです。で、これが重症の病床に関しては 60% になったらですね、またこの緊急事態に戻しますというふうにやってるんですけれども、今ここが
もう大阪の場合は 30% 近い、26% ぐらい重症で占めてるわけですから、何かがあったらですね、すぐ 60% 超えかねない部分があるので、ここのところはちょっと注目した方がいいんじゃないかなって感じがしてます。新型コロナの関連倒産ということで、この間、帝国データバンクじゃなくて、今のところ176件だというふうな話が出てくるんですけども、倒産とは関係なしに、倒産とは別にですね、自分たちから進んで辞めたり、休んだり、廃業したりしているところが、まあ、例年、その倒産数よりも5倍あるという形なんです。今年全部で結局倒産は1万件を超えるだろうし、それから、廃業、つまり、倒産して潰れるんじゃなくて、自分たちからまず借金もしないうちに借金が残ってるけれども、畳んでしまおうという人たちが、やっぱり店がなんかが、やっぱり2万5000件あるだろうというふうには、うん、ひょっとしたら2万5000件で済まないんじゃないかと、僕、いろんな、例えば小さな飲み屋さんだとか、いわゆる客商売というものが全部ダメになっているわけですよね。うん、で、それに対して、その保証が遅い、一番最初に荻原さんがおっしゃったように、何にあたって、とにかく保証が出てこないと。7月、8月になったら、そんな段階まで待たなくちゃいけない。とにかく明日はどうするかっていう話なのにもかかわらず、それが遅いと。そうしたときに、そうやって目に見えない、休廃業、いわゆる僕たちの自分の住んでるところの周りの店がバタバタとそういう風になっているのが見えたときに、私たち今一生懸命こうやって自粛生活して実況してますけれども、それが明けたときに、その時に行こうとする店がなくなっている。つまり、あの時にもう同じ世界に戻れないという形になって、そのため、そんなことのために私たちは今一生懸命我慢しているわけじゃなくて、それを戻すために私たちは今我慢している。そこに対するその保証というものをとにかく急務として、追加予算でも何でもいいですから、とにかくどんどんお金つぎ込まなくちゃ。今こそつぎ込まなくちゃダメだ。もう一つそれから言わなくちゃいけないのは消費税の話ですよ。2万級の経済危機が訪れた時に消費税見直すとかっていうふうに言ってたにもかかわらず、消費税の話が今立ち切れになって誰も何も言わないけども、消費税やっぱり一旦停止するとか、3% に戻すとか、そういう形でやっていかないと、そういう大体な施策を取らないと、この後に残った社会、世界っていうのはもう本当にペペグサも生えないような荒野にしかならないんじゃないかっていうことが危惧されますね。瀬さんはいかがですか、瀬さん。あ、いやー、もうかなり限界に来てるなっていうのは感じますね。もう何度も出てますけれども、政府はさまざまなその保証というか、援助、経済的な援助政策打ち出してますけれども、もうすべてが届いてない、遅い。必要な人に届いてない。もう限界だって声は僕の周りでも、聞いて、実際に店をもう閉店してしまったりとかしてる店も、ありますし、そう考えると、やはり、まあ、自粛って言ってますけれども、この自粛って言葉は、本来自粛ってのは、自らの考えで、こう、控えるってことです。事実上のもう強制ですよね。みんな、こう、営業しない。でそれはもう本来でも保証とセットじゃなきゃいけないんだけれども、政府が保証したくないものだから自粛だっていうふうに言ってるだけであって、もうこれは本当にしっかりと届く形にしていかないと、もう本当に限界に来てるなっていうのは感じますね。はい、荻原さん。それでね、私すごい思うのはお金の使い方がおかしい。で、まず、GoTo キャンペーンってありますよね。みんなで旅行に行きましょう。みんなで商店街に買い物に行く。あれで1兆7000億円も予算つける。一方、雇用調整助成金は8000億円ですよ。半分ですよ、GoTo。でも、どっちが今本当に必要かっていうと、雇用調整助成金の方が必要なんですよね、みんな。それから、あと、アベノマスクで466億でも、人工心肺って今、休職になった方は人工心肺必要じゃないですか。これの予算がアベノマスクの半分なんですよ。それから、患者のケア、感染した方のケア、この費用がアベノマスク、188億かな？アベノマスクの半分なんですよ。で、今、なんか安倍さんが、これから子供たちを、救ってやるみたいなね、大風呂敷広げている、あれの一次補正の予算は、なんと7億円ですよ。アベノマスク追加で8億でしょ？
でも、追加のなんかこう、全部、不良品集めたりいろいろするんで、8億かかるわけでしょ。ああいうお金はポンと、ね、ああいうお金ポンと出てくるのに、子供たちのお金は7億円ですよ。で、今回、やっとなんか、じゃあ子供ね、大変だから、子供たちにも、大学生の子にもお金出してあげようっていうのが、530億ですよ。たかだか、アベノマスクと大して変わんないじゃないですか。おかしいですよね、そういうお金の使い方。だからね、本当に、しかも、財務省が出したくないっていうのがもう、すごいあるのかもしれないけれども、みんなの命かかってる時に、命かけてる方にお金出さずに、浜下り先がちゃんとできそうなところ、そういうところにばっかりお金いくっていうのは絶対おかしいですよ。うん、はい、山岡さん、特にね、僕、今回のそのコロナ騒動で見てて、その政府とそれから各自治体ですよね、例えば東京都 その小池知事とか大阪府の、吉村知事、この辺の動きってどう見ますか、山岡さん。吉村さんのですね、まあ、思い切ったこうなんていうのかな、リーダーシップみたいなところ、これはまあはっきりアピールしてると思いますね。それとやっぱり、例えば記者会見の受け答え見てもですね、安倍さんのようなこうプロンプターをですね、こう読んでるっていう感じはしないという意味では伝わってくる部分はあると思うんですね。ただ大阪もですね、そうは言ってもですね、こういうふうな状況になった、さっき申し上げたその病床の逼迫の状況なんかのですね、元をたどっていくと、随分その病院の統廃合とかやってきてるわけですよ。これ維新の、まあ大阪で、維新がずっとこう握ってる間にですね、橋本さんの頃からずっといろんなことやってきてる。マッチポンプなんですよ、だから今。え？マッチポンプでしょ、これ。そうそう。だから、そこのところもね、はっきりさせないと、やっぱり今の現象だけ見てても、話は違うんじゃないかなって感じします。うん、はい、それについて、布施さん。本当にそう僕も思います。確かに維新の首長をやってるところ判断が早かったりってところは僕も見てて思うんですけれども、同時に今回その先ほど、まあ、PCR の検査にしても目詰まりって言葉が安倍総理言ってましたし、この経済的な支援策にしても全然届かないと、遅い、届かない、どっかに詰まってるわけですよね。こう詰まってる大きな要因として自治体であったり、まあ、検査でいうと保健所であったり各都道府県の衛生研究所であったりところをもう合理化や効率化ってことで人員であったり予算をどんどん削ってきたわけですよ、この十何年間。そのこう、弊害が今もいろんな形で出てる。社会自体にも余裕がない。要するに人が動かない。上でいろいろ決めてもそれが実際に動いていかないっていう弊害がいろんなところに露呈してるんじゃないかなと思っていて。で、それを一番進めてきたのはある意味維新であるわけですよね。これはもう橋本元知事が実際にツイッター上で反省してましたよね。自分はそれをやってきたんだと。そこはやっぱり見ないと、まあ、これから先、次にですね、コロナウイルス以上に脅威のあるウイルスが出てくる可能性もあるわけですよ。で、そういう時にちゃんと対応できるような社会を作っておかないといけないと思うんですよね。で、そういう意味ではこの間 その合理化であったり、新自由主義っていう形で、まあ、いろんな自治体の機能だったり、政府の機能を削ってきたっていう、これはやっぱりちゃんと総括していかないといけないんじゃないかなと思いますね。はい。どう？今、布施さんのおっしゃったのは、私も全くそうだと思うけれども、流れとしてですね、このコロナの問題がある陰でですね、火事場泥棒的にいろんなものがこう進んでるわけですよね。うん、さっきの種苗法の改正もそうですし、あるいはスーパーシティ法案もですね、来週あたり、ひょっとしたら通しちゃうんじゃないかって、こういうこと言われてる。どっちにしてもですね、やっぱりその新自由主義的なですね、流れっていうのは、このコロナの陰でどん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 進めようとしてる。で、ここのところを本質的に変えていかないとですね、やはりコロナのような、その、公衆衛生に関わるような、もう広い範囲でのダメージに対しては耐えられないところに来てるわけですよ。だから、この新自由主義的なものから、もうちょっとですね、その共生社会型のお金の使い方であったりとかですね、それぞれがシェアをすることによって、どうやって少ない病床を支えていくかとかですね、そういう方にやっぱり大きく価値観を転換しなければいけないっていう、そういう段階に来てるっていうふうに僕は感じてるんですよね。はいはい、小宮さんどうぞ。私ね、今回のおっしゃったように本当にいろんなことが火事場泥棒的に出てきてるんですけど、9月入学っていうのもその一つだと思うんですよ。うん、この9月入学って、はいはい、
なんか最初はコロナで子供たちが勉強があれで9月に入学するにずらせばいいんじゃないかみたいな話だったはずだったんだけれども、そうじゃなくて来年以降に9月入学をしたらどうなのかこうなのかみたいな話を今する話じゃないでしょうと思うんですよ。でも今これをもう火事場泥棒的にやっていきたいっていう人がいっぱいいて、でも文科省がやるのは全然そういうことではなくて、今本当にアルバイトがなくなって困ってる学生とか、今本当にどうしていいのか、だって学生の5人に1人が大学を辞めなきゃいけないような状況になってるんですよね。それをいかに辞めずに学業を続けさせられるのかっていうことに賞を挙げて、もう全員で取り組まなきゃいけないような状況ですよ。それを何やってんだと思いますよね。アメリカの場合で、結局アメリカの大学は今授業費全部減額してます、大体。それと同時に、例えばこういうふうに自粛生活を送ってるときに子供たちの教育をどうするかっていうと、ニューヨークの場合に29万7千件の結局、コンピューターをですね、みんなに配ってるんですよ、子供たちに。公立高校、公立中学、小学校の。29万7千件ですよ。そして、そのうちの28万9千件を先週のうちに配り終えてるんです。残った人たちはね、住所を変更したりなんかして届かない人なんです。つまりそういうことを 一瞬のうちにやってのけるんですね。まあ社会資本の差といえば差なんでしょうし、それから、ね、インフラの差といえば差なんでしょうし、それから教育に対する熱意の差といえば差なんでしょうけれども、僕たちは日本って一流国だと思ってたけれども、実は大変な幻想の中です。何がジャパンアズナンバーワンだとかっていうふうに言ってたんだけれども、結局そういうところを、その足元とかスカスカになって、新自由主義たちってなんかかっこいいことばっかりやってて、それで結局それが幻想だったっていうことは、今本当に露呈してるんだと思いますね。で、アメリカね、先週で4000万人ですよ、失業。4000万人。もう世界大恐慌の話ですよね。これが結局日本に届いてくるんですよね、いずれね。それの時にどうするのか、どういう財政出動をするのか、そういうことのことを今のうちに考えなくちゃいけない時に、それこそ9月2日だとか悠長なこと言ってんじゃないよっていう話はありますね。いや、それで本当にね、笑っちゃうのが、今東大でも世界のランキングで30何位ですよね。京大なんか70何位ですよね。ということは、9月入学にしたら、日本は一流大学にみんな行って、二流の学生しか日本に来ないっていう、もうそういうふうに歴然となっちゃいますよね。だからね、本当にこれもやっぱり教育費を削ってきたから、今、スタンフォード大学の4分の1ですよ。東大でも。もらえるお金が。だからもうそういうことをこう積み重ねの中でもう劣化してるっていうね、米百俵って嘘でしたね。そういう意味では、ね、荻原さんの専門分野だけど、日本でね、やはりその教育と住宅と医療、これがもう本当に三大弱点だよね。高すぎる。だって子供一人1000万円ですよ。普通の家庭では出せないでしょ、なかなか。二人いたら2000万円ですかね、高校、大学だけで。いや、日本の、結局、住宅と医療とか、教育とかって言ってるけど、日本の弱点、強みって何なんですか？日本の強みから。それは金を出さないってことですよ、教育に。もう一つ、とにかく日本で今、世界に誇れるのは中小企業なんですよ、実は。大企業とかなんとか言って、みんな大手は破綻しちゃって、みんな中国だとかアメリカに取られちゃって、買われちゃって、東芝もそうだし、シャープもそうだし。で、何残ってるのかって、中小企業の技術なんですよ、本当は。そのものすごい、ほとんど金にならないけれども、技術がある。ところが、その中小企業が今、その自粛だ、なんだっていうことで保証もないってことで、これ潰れるでしょ？うん、そうです、そうです。どうですか、そうしたら。何も残んなくなっちゃう。それこそさっき言ったように、ペンペン草はもう入ってない。中小企業もなくなったらね、僕らはもう違う道を進むしかなくなってきますよね。だから、日本が成り立ってるのは、例えば、リーマンショックみたいな時って、大手にどん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 そういうあれが来たじゃないですか。だから大手がバタッと倒れた。でも、大手の企業って外科手術ができるんですよね。内部留保も持ってるし。だから、そうやって外科手術ができるんですよ。今起きてるのは、外科手術できるような、こう、バタッて倒れてるんじゃなくて、末端細胞が、どんどん壊死してるんですね。で、この、一旦壊死した細胞って、戻らないんですよ、なかなか。だからこれをちゃんと支えなきゃいけないのが今の政府の、あれなのに、全くその気がなく、
ほとんど金も回らず、ほとんど出したとしても少額で、世界中でだいたい117億円の資金規模とか言ったら、世界中の人みんな、日本は117億円も出すんだと思うじゃないですか。それに、実際20億円しか出さないなんていうのは、世界中聞いたこともないと思いますよ。だってアメリカだって200億出すって言ったら、200億出るんですよ。300億って言ったら、真水で300億出るんですよ。この日本の、なんていうんですか、この嘘つきって言いたいですよね。うん、もう今の、末端細胞っていう点では結構ライブハウスとか、まあ、神保町の古書店とかですね、要はそういうもう一回死んでしまうともう再生なかなか難しいと、しかもそれは文化にとって非常に重要な役割だと知った部分が、こう今回のことを機に潰れていくようなことっていうのは日本の社会にとってこう非常に大きな損失だと思うんですが、そういう観点が全然ないっていうのが、そうですね、政治の本当に貧困というかですね、と思いますね、はい、特に文化が弱っていきますよね、またね、気がついたらね、日本が日本である理由がな潰れてってるんですよ今だから、うん、やっと支えてきた、そういう本当に足元で支えてきて、でそれこそまあクールジャパンというふうに なんか変な言葉でやられてるけども、本当に日本が日本らしかったのは何かってつましくさ、本当にお金も取らずに一生懸命コツ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 働いて町工場の人たちですよ。それと同時にその瀬さんがおっしゃったように古本屋であるとか、それから日本独特の喫茶店であるとか、日本独特のそのいろんなその劇だとかそういう演芸だとか、そういうところが潰れている、その箱がなくなっている、どうにかしなくちゃね、もうダメですね。安倍さん、昔美しい日本っていう、ね、本を書いて掲げてましたけれども、全くその日本の美しさって理解してないなっていうのは、本当今回のことで。よく選挙も必ず農村から稲穂が、まあ、あるバックで演説会始めますけど、全く農業をこう支えるような政策、さっきの就業法もそうですし、美しい日本は。本当にそうですよね。まあ、特にね、今回のその、コロナ騒動の中ではやっぱり僕はそのオリンピックっていうのも非常に日本の場合はね、ファクターが大きいファクターだったと思うんですが、まあ、その話をしてるとまた長くなりますので申し訳ないですけど、次のテーマへ行ってみます。トランプ大統領 その、まあ、WHO とそれから中国に対するトランプさん その、批判非難ですよね、まあ、本当に中国に対してはもう断交もほのめかすみたいなことを言ってますが、北丸さん、これどう見ればいいんですか、本当にトランプさんのこのところのその、愛国主義を、まあ当然大統領選のためのその、愛国主義をその先導して票を得ようという、まあその魂胆は分かりますけど、ちょっと行き過ぎじゃないかと思うんですが、どうでしょう。いや、このところのじゃなくてずっとそうだし、行き過ぎじゃないかっていうか、ずっと行き過ぎなんですよ、今まで。だから、その、選挙、もちろん全部選挙でして、中国と断交できるか、断交できるわけじゃなくて、もう本当におっしゃった通り、選挙だけ、それで今だけの話なんでしょうね。だから、例えば中国に関しては、貿易やなんかに関しても、貿易摩擦やなんか、例の話、貿易戦争がまだ続いている中で、強硬手段を出さなくちゃ、いわゆる、その、自分の選挙支持基盤の州とかで、負けてしまうので、まあ、軒並み、まあ、バイデンとトランプの支持率に関しては、まあ、以前もそのクリントンの、ヒラリー・クリントンの時もそうだったんですけど、まあ、事前予想としてはバイデンの方が全然高くなってるんですね。一時こう接戦にまで持ち込む、まあ、コロナの影響で、このコロナの後でその経済復興できる大統領として結局トランプの方がいいんじゃないかっていう形でその差が縮まったことはありましたけれども、最近のまたヒドロキシクロロキンの飲んでるだとか、またとんでもマスクをしてないだとか、とんでもない話がまた出てきてるんで、また差が広がっているような状態ではあるんです。ただそれに関しても、まあ、本当にその毎週毎週言うことが違うんで、今回のこの中国に関しては何かというと、実は中国というのはその民主党支持者、それから共和党支持者、この分け隔てなく中国に対しては対中強硬路線が受けるんですね。うん、民主党もやっぱり議会もそうですし、やっぱり中国への非難決議はなんかよくやりますからね。だからそういう意味では別にその、中国を叩いて、叩くのはアメリカのまあ、戦略の一つ、それからもう一つは世界戦略として覇権としてやっぱり中国を叩いておかなくちゃいけないというのはそのアメリカ的な生活、政治、民主主義というところから見てもこれはやっぱり中国叩きというのはずっと続いていくんだと思います。ただし今回の WHO に関しては
本来ならば資金、拠出金を引き上げると WHO はどん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 また中国寄りになってしまうんだから、うん、逆に引き上げるんじゃなくて自分たちに引き戻す形にしなくちゃいけないんですね。でそういうことにもかかわらずそういうことをしない、それだけじゃなくて例えば今度 G7 を、うん、キャンプデビッドじゃなくて今度ワシントンでやろうとしてるんですけれども、またテレビ会議じゃなくてまたみんな来いとかって言ってるんですけど、それもどうなるかわからないんですが、とにかくいずれにしてもこういう時はいち早くアメリカが普通ならばサミットを開いて、いわゆるそのグローバルなそのいろんなものの供給チェーン、サプライチェーンをですね、全部調整しなくちゃいけないはずだった。にもかかわらず、アメリカが主導権を全然取ら、イニシアティブを取らなくて、アメリカのことだけやって、それで他国の、非難ばかりをしていて、結局世界経済はそこで回らなくなっている。本来ならばアメリカがそういうことを主導しなくちゃいけなかったにもかかわらず、そういうことをやってない。でそれにやってないことに関しても、例えばアメリカ国内でやっぱりこうやって分断していますんで、それに対するトランプへの非難がやっぱり党派的なものになってしまっている。そうすると、まあ、結果的にだけれども、トランプに対する、その全くその世界を見えてないトランプ大統領に対する非難も全部結局自国の大統領選挙のところに収れんしてしまっているというのが現状なんでしょうね。この先ですね、例えばそのトランプ大統領がこのまま突き進めば、その世界秩序ですよね、秩序がもうめちゃくちゃになりかけてると思うんですが、もっとひどいことになると思いますけれども、そうなりますかね、やっぱり。だからでもこれまま11月の選挙まで行くでしょう。で実はその11月の選挙まで行かずに、ひょっとしたら戒厳令みたいなものを出して、もしくは大統領選挙を延期して自分が支持基盤としてまずいと思ったら、選挙で負けると思ったら大統領選挙延期するんじゃないかという話がまことしやかにささやかれてたんだけれども、うん、このところ結局自分で最初からコロナ禍は、うん、このエピデミックはもうだんだん修練していくんだから、自粛生活、経済再開だというふうに言っているんで、そういうふうに言ってくると、今度延期論というのはなくなってくるのは確か。ただし、もう先ほど言い忘れたんだけれども、結局一番最初にそれどうして WHO を非難するのか、もしくは中国を非難するのかって言ったときに、WHO を非難するのはやっぱり一番最初にトランプの立ち上げの1月の段階で、もしくは12月の段階、11月の段階で、フランスからそのコロナウイルスが来てるっていう話を情報当局から聞いてるんだけど、ガン無視してしまって、2月になってやっと重い腰を、上げて、それで初動軍の立ち遅れによって、今まあ10万人近く、9万人、10万人近く死んでるんですけれども、5万1000人はまだ死ななくて済んだはずだということで、ニューヨーク のタイムズスクエアのところに、トランプデストールっていうのが出てるんですよね、今ね。トランプによって引き起こされたコロナの死者数っていうのが出てて、今5万2000人とかっていうのが出てるんですよ。いわゆる電光掲示板でね。それがまたチク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 と上がっている。そういうふうな非難もやっぱり出てきてるんですね。でも、一つ注目しなくちゃいけないのは、トランプはね、中国って言いながら WHO を非難してるんですよ。WHO が中国寄りで、中国のその情報を WHO が隠蔽したと。うまい具合に習近平の話を避けてる、ね。習近平も非難はしてるんだけども、どっちかというと WHO の非難の方が大きいんですよ。で何かというと、やっぱり中国とはこの後貿易の問題やなんかで、やっぱり付き合っていかなくちゃいけないから、話していかなくちゃいけない。その辺のことが見え隠れしている。それはトランプだけじゃなくて、おそらくスタッフの方からそういう知恵を入れ知恵されてるんだと思うんだけれども、そういう形だから、これはいわゆる政治劇だというふうに見てた方がいいです。なるほど。はい、一つだけ非常に悪いというか、悪いウイルスをばらまいてるじゃないですけれども、この今回のコロナの発生源が武漢のウイルス研究所だみたいな話が政府を挙げて、もうポンペオ国務長官がかなりここはもう証拠があるんだみたいな感じで強く言ってたんですよね。で、そういうことも、先日沖縄でヘイトスピーチなんか行われたりとかですね、日本国内にも影響を与えてるんですけれども、まあ、それについても、全く、最近ポンペオも、それはこう、発生源は、はっきりしないんだっていうふうに、徐々にこう、ニュアンスが変わってきてる感じはするんですが、そういう、こう、トランプの政権のスタイルっていうのは、非常にこう、悪い影響を与えてるなっていうのは、ちょっと一言、はい。
まあ、これ以降ですね、どういうふうになるかよくわからないんですけど、例えばのブラジルがかなりひどいことになってますよね。で、ここの、その、ボルソナロ大統領っていうのは、もう、プチトランプと言われるぐらい、もう強権的な、トランプ 大好き。いや、だからウイルスは存在しないって言ってる人は、やっぱりウイルス存在してるんだっていうことを気づいてるんじゃないですか、今やっぱり。トランプ的なものが全て有効ではなかったということでしょうね。まあ、そういう意味で言えば、例えば一番今コロナが蔓延しているのはアメリカで、2番目が確かロシアですよね。で、今度はブラジルが入って、つまりブラジルが今抜こうとしてるんですよ、ロシアの、強権的な政治を行っている国がコロナ その封じ込めに失敗しているというのは、なんかかなり強権っていうかね、鈴木さんね、反知性的な政治ですよ。反知性的な政治ですよ。だから強権で何でもできると思い込むっていうのは、要するにその科学的なアプローチとかっていうのを頭からもう否定しちゃうわけじゃないですか。で、必ずしもですね、強権といっても中国だって強権的ですよ、そういう意味じゃ。国際ですよ。あっちは成功してるんですよ。で、それはやはりあれだけ成功させるためのバックでですね、やってる医者たちとかですね、あるいは医学者たちっていうのは相当習近平バックアップしましたね、今回ね。この差がやっぱりすごく出てるような気がするんですよ。でさっきのね、武漢病毒研究所が発生源じゃないかって話あったんだけど、それに対して今中国の方が逆にアメリカの陸軍のですね、研究所の方からですね出てきて、そしてそこで、漏れたですね、病原菌が実はなんだこう中国の武漢で軍人の何かの大会をやった時にアメリカの方から運ばれてきたんだって、こういうふうなカウンターでですね今やり合いしてる。でこれいずれももう、ああ言われたからこういうみたいな話になってるんですけども、一つだけ大事なポイントがあって、それは、やはりこういうですね、感染症であったり伝染病の問題っていうのは、防疫という言い方でどうやって防ぐかっていうのを我々は当然考えるわけなんですけども、逆にですね、これは、例えば生物兵器であったりとかですね、細菌兵器であったりだとか、そういったところの、こう、マイナスの可能性も開いちゃうわけですよね。それに対してやはり軍部のそういう研究機関っていうのはどの国もかなりしっかりですね、そういう意味では研究しているっていうのが今の現状だと思うんですよ。最後に一言言わせてください。今アメリカでこの6週間のうちに国務省、国防総省、情報局、それから運輸省の独立した監察官がクビになってるんです。何かというと、すべてトランプ政権にとって都合の悪い監査を行っている途中だった。例えば国務省のこの間クビになった監察官というのは、ポンペオさんが自分で自分のパーティーにその公費を使っていろんな人を呼んでたんじゃないか。これ桜を見る会と全く同じなんですけど、ね、日本と同じですね、本当に同じなんです。それだけじゃなくて、運輸省もそれから国防総省に関しても情報当局に関しても、情報当局に関してはロシア疑惑の話で、まあ、報復人事だった。でつまり本当に例えば自分の意に沿わない人の首をすげ替える。例えば内閣の法制局長っていうのが、法制局の長官といいましたよね。結局その人が法解釈が自分たち の意に沿わないということですげ替えて、それで戦争集団的自衛権やなんかの法解釈を変えた。それから今回の検察の問題に関しても放射権が変わったんだというふうに勝手に言っている。すべて掃除系のことが行われている。何かというと、結局独立した監査機関というのが機能し、まあ検察官もそうなんだけれども、機能しないようにしている。そういうことが日本とアメリカで同じようにして起きている。で、そのことがやっぱり先ほども言ったように、トランプっていうふうに言ってるんだけれども、馬鹿にできない。我々のトップも結局同じようなことをやっていて、ね、本当に掃除系なんだっていうことを最後に言っておきたいと思いますね。はい、わかりました。あんまりそうですよね、人の国の話ばっかりじゃなくて、自分の国のトップもじっくり我々は見ていかなきゃいけないというようなことだと思います。会議風でなかなかうまくいかない部分もありましたけれども、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。じゃあ今日はこの辺で失礼いたします。どうも皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。